さんのトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼをスタジオにも用意いたしました。やっぱり彩りがいいですよね。鮮やかですね。どうぞ召し上がってください。いや、野菜炒めから一気におしゃれになりましたね。このバジルが爽やかでね、チーズと合いますね。濃厚でさっぱりも最高。それではレシピ紹介します。トマトとモッツァレラチーズを半分にカットして1センチ幅に切り交互に並べます。オイル、レモン汁、塩、うまみ調味料を混ぜて上からかけ、ブラックペッパーを振り、バジルを飾れば出来上がりです。このコーナーでは視聴者の皆さんから投稿いただいたご家庭の心温まる食卓、そして思い出料理のレシピを募集しています。採用された方には霧島酒造の焼酎とクオカードをプレゼントします。では今週はあかね霧島の炭酸割り、あかね霧ボールで乾杯。乾杯。大切な人が心を込めて作った料理にはふるさとの焼酎霧島がよく合います。ときめきレシピのコーナーでした。